刻しちゃうよ。ああひどい、リキ君が仲間外れにするよ。へえいいじゃん。別にさ、ホームルームは自分のクラスで受けなきゃいけないなんて拘束はないよ。遅刻はいけないと思います。あ、クドコーにまで説教されてしまった。なんか四面楚歌って感じ。よし、こうなったらユイ姉を呼ぶしかないな。姉子、リキ君がって、いいねー。この上げた左手はどうすればいいの。ユイ姉どうするんだろう、遅刻しちゃうじゃん。仕方ないな、私がユイ姉の代わりに。これでバッチリじゃない。よし、少年、とりあえずアヒョーとかウヒャーとか叫んで私を楽しませてくれ。何、仕方ない、この私自らアヒョーとかウヒャーとか叫んで楽しもう。アヒョー、ウヒャー。ふう、姉子ともあろうこの私が思わず全力で楽しんでしまった。楽しそうだな。うん、楽しい。なぜなら私のおっぱいはボインボインだ。いや、どう見てもそれほどではないわ。で、あ、ありゃあ、姉子、人の席の周りで何の騒ぎだ、これは。お席を温めておいてござる。うん、迷惑だ。へえ、だってリキ君が帰れって私をいじめるんですよ。ナオエさんがそんなことを言ったですか。いいだろう、別に M 気のあるリキ君には朝から嬉しいイベントじゃないか。お、リキすげえな、朝っぱらから両上腕に頭筋に花か。リキ君が構ってくれないから帰る。